日ジョンマイラブでした。お昼公演めっちゃボソボソ、お昼公演見に来てくださった方はありがとうございました。もう今日から今週末でジョンマイラブが終わるということで、本当にね寂しい思いがすごいんですけど、本当にもう残り少ないので一公演一公演を大切に頑張っていきたいなという思いでございます。よし、ハーブティーはそう10分から15分あれなんで、ね、そろそろできたかな。今から飲むのはハーブティーです。ハーブティーだったら別に寝る前に飲んでもいいもんね。これハーブティーだよね。今さら心配になってきた。あ、カフェインフリーって書いてあるから大丈夫。あれだよ、カフェインフリーってカフェインないってことだもんね。で今日は夜多分ジョンマイラブ中はラストになるだろう、あのカフェレストマーズさんに行ってチキンカツとパフェを食べてきました。そう、多分今回がジョマイラブ、さっきも言ったっけ、ジョマイラブ期間中はラストになっちゃうから、そう、まあ、カフェレストマーズの店員さんに今日が多分ジョマイラブ中はラストですっていう話をして、そう、本当になんかマッチで実感が湧かなくて、本当にもうジョンマイラブが日常の一つだったから、ちょっとそれが終わるのが信じられなくて、12月から一昨年の12月から本当にもうなんだかんだで毎月ジョンマイラブのことを考えてて、
で、まあ、出演してるか、まあ、8月はお稽古だったんですけど、毎月ジョン・マイ・ラブに関わってて、そう、まあでもまだちょっとしんみりするには早いので、まだね、またその話はね、千秋楽の、千秋楽の日は多分ね、あの朝配信します。言ってもそんな早くないと思います、時間、まあ9時とかになると思うんだけど、その時に、まあその時も言うてできるのも30分ぐらいとかだと思うんだけど、やろうと思ってます。今ハーブティー飲んでます。カフェインフリーなんで、寝る前に飲んでも大丈夫。とりあえず今日は夜マーズさんでチキンカツとパフェを食べてエネルギーを蓄えました。夜に食べんなって体は言ってるでしょうね。そう、千秋楽は坊ちゃん劇場で卒業式があるらしいです。私も何するか全然知らないんですけど、卒業式します。好きな香りのハーブティーだってゆっくり休め。そうなの、これ完全に喉用のハーブティーです。これはあのボイトレの先生にバレンタインデーの贈り物でもらって、これを、そう、めっちゃ効くからちょっと使わせていただきます、大事に使ってます。ただちょっともしかしたら今日濡れマスクをね、持ってくるの忘れたんですよ、買ってなくて。で、多分普通にキャリーの中に入れてる分があると思ったんだけど、もしかしたらワンチャン忘れてる説あって、ちょっとやばいなって思ってます。そうなったらこのハーブティーの力と、あと加湿器と明日の給水器の力を信じるしかない。一応マスクして寝ます。でも今日はね、11時半までには絶対寝るんで、まだ、まあ、昨日は1時ぐらい寝ちゃってね、ちょっとやっぱ12時半過ぎちゃうとね、いくら6時間7時間寝てもちょっとしんどいなって思っちゃうからね。そう、でももうね、あと4回なんて本当にあっという間なんだろうな。今日キャストさんとそういうお話をしてて、多分もうあっという間に終わっちゃうんだろうねって言って、
正直めちゃめちゃ寂しいですね、マジで。またその話はもうね、しんみりしちゃう話はまた多分またいずれしちゃうからね、今日はそんなに言わないけど。東京公演はねこの前やったんです、1月に。見に来てくださったのかな、確か。どうだったかな。でも今週末土日は配信があるので、で、まあ、日曜日の大千秋楽も配信があるので、もし可能であれば配信を見ていただけると嬉しいです。本当はやっぱ生で見るのが一番でもあるんだけど。すっごい独特な味でも、喉にはめちゃめちゃいい感じはします、マジで。飲めた。でもマジでこれ結構いいから、もしハーブティー飲みます。マジでこれいいから、もしよかったらぜひ気になる方はチェックしてみてください。どこで買えるんだろう、カルディとかに売ってるのかな。ちょっと私もこれいただき物だから分かんないけど、でもネットに売ってるんじゃないか、ネットで見てみるのが早いかも。オーガニックスローコート、ハーブティーですね、カフェインフリーでございます。あ、じゃあごめんなさい、今日はちょっと短いんですけど、ここで終わりにさせていただきます。それじゃあランキングを読んで終わりますよ。13位から、13位がタッツエモンさん、12位カラスのカーコさん、11位シャケの塩焼きさん、じゃあ間違う、シャケの塩焼き食べたいさん、10位がメソさん、9位ルイちゃん、8位ナナタさん、7位飯田ひろゆきさん、6位アーティさん、5位夏目さん、4位マモさん、3位 TKH ケジさん、2位ロミツさん、1位が玉国さんでした。はい、それじゃあ今日も見てくださってありがとうございました。また明日、おやすみなさい。ありがとうございました。おやすみ。